にちは。始まりましたアンサーライブ2021。司会を務めますのは補助員のタダと平井です。よろしくお願いしま す。ということで始まりました。はい、去年に、ね、引き続き行うことになったアンサーライブですが、今回で2回目の開催になっております。このアンサーライブではコロナ禍において有観客でライブをすることができないライブやイベントが制限されている今だからこそ MU 化で、ね、何かできないかという1年生のうちにパフォーマンスをするところがないかということで考えて作られたイベントとなっております。はい、そして開催するにあたって、出演者およびスタッフ全員の、検温、そして、消毒を徹底して、さらに会場の換気も徹底して行っておりますのでご安心ください。はい、そして本日出演するアーティストですが、総勢11組、多い盛りだくさんな、ね、ラインナップとなっておりますが、なんか見どころとか教えてもらってもいいですか。私ですか。はい、見どころやっぱほら1年生も入ってきて3ヶ月とかかな、ね、この子たちのすごいフレッシュな、ステージがちょっと見られると思うので楽しみにしてほしいです。もうステージを見てこれもうこれもう早く立ってくれってステージが言ってんのこれこのねもう煽ってるねうちらをこれは、楽しみですね。楽しみです。素敵な照明そして音響に合わせて素敵なパフォーマンスが見れるということでとても楽しみです。はい、それでは早速アンサーライブ2021スタート。トップバッターを飾ってくれるのはシックスラゲットでいつか照らしてくれるだろう。どうぞ。シックスラゲットですよろしくどうぞ。いつか照らしてくれるだろう。いつか照らしてくれるだろう。
ただいま聞いていただいたのはシックスラゲットでいつか照らしてくれるだろうでした。ありがとうございました。ありがとうございました。いやーかっこよかったね。かっこいいね。最初の、あのカッティングからさもうグッて、引っ張って、そう掴んで引っ張ってくれたと思います。スリーピースは何だろう、あの人数がさ少ない向こう、うんうん、ミニマムな空間でいかにこうダイナミックにこう披露するかと個人的に思ってるんですけど、それがねすごく伝わってきた。まっすぐなのよ、音からもわかるの、うん、なんかさ楽しめるよね。もうまっすぐに楽しめるっていうか、気づいたら体がそうそうそう乗ってるのよ。そう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 。で歌もすごい引っ張ってさ、すごい良かったね。モーリーくんがねいい感じでしたね。 それがなんか2人をこう連れてってて、うん、3人でこう奏でてるって感じがすごい伝わってきたの。安定したドラムと、そしてそうそうそうベースのこの高い位置にすごい可愛いあのベースと、ね、佐藤くん頑張りましたね。3人の雰囲気がねすごい良かったですよね、うん、楽しそうっていうのはやっぱ大事だよね。良、はい、かったと思います。みんなも楽しくあの演奏してねやるときはね、うん、はい、ということで素敵な演奏ありがとうございました。シックスラゲットの皆さんでした。ありがとうございました。続いてはゆいかで負け犬にアンコールはいらない。どうぞ。駆け寄り電車、もう一回もう一歩だってやる。
負け犬二人に後悔ばっか歌ってまた夢に負けて昨日を惜しんで はい、ただいま聴いていただいた曲はユイカで負け犬にアンコールはいらないでした。ありがとうございました。ありがとうございました。かっこいいね。かっこいいね。かっこいい女がいたね今ね。いたね。最初さ、可愛い声だなって思って聞いてたらサビになった。急になんか二面性が出てすごい良かった。あと表情とその歌い方歌声 の, その切り替えがね、なんかそれ相乗効果でめちゃくちゃ良かったんですよね。鳥肌立った私。その表情を見ながら音を感じながらすっごいって思った。あの何もうひたすらに思った。そう、なんか熱がこうこもったサビだったよね。なんかね、すごい良かったよね。吐き捨てる感じみたいなの。うちもあれやりたいな。いや、うちもやりたいな。うちらもやりたいな。うちらもやろうか。うちらもできるように頑張ります。はい、なかなかね、私たちも学べるところがあった、曲だったなと思いました。はい、改めてユイカありがとうございました。ありがとうございました。はい、続いて聴いていただくのは小春でカブトムシ。どうぞ。止めて
ただいま聴いていただいた曲は小春でカブトムシでした。ありがとうございます。ありがとうございました。すごいいい声してるよね彼女。いい声、雰囲気から漂う、うん、なんかさ、いい雰囲気とこう合ってるところ、なんか可愛さとか、うんうん、あの清楚さとか、清楚さとかもあるけど、うんうん、なんだこうセクシーな感じもちょっと感じ、うん、ミステリアスな感じもあるし、そうそうそう、だからそれがさいいバランスでこうなんか目を引くなと思いました。こう歌ってへってこう見る感じが、うん、歌声もなんか切なさの中にある強さっていうか真の強さっていうのがあってすごい魅力的な声だなと思いました。めっちゃいいよね。カブトムシってこれ難しいってうち聞いたことあるよ。めっちゃ難しいよ。あの、やったことある。私またこれ学生の時の話になるんだけど、うん、あのアンサンブルで、うん、あの歌わせてもらったことがあるんだけど、歌い回しが難しいし、女の子にしたらちょっとキーがね多分出にくいっていうか、こうファルセットで出していいのか地声で張っていいのかっていうのが分かんないところなんだけど、うん、それを綺麗にもう全部あの汚いところがないこうクリーンな歌い方をできるっていうのはすごい、よどみなかったね、すごいなって思った、うん、めっちゃ良かったです。はいはい、ありがとうございます。力強い歌声をありがとうございました。小春でした。ありがとうございました。続いて聞いていただくのはシュートで鱗。どうぞ。どうぞ。おー君に今会いたいんだ、会いに行くよ、たとえどんな痛みがほら押し寄せても、おーおー伸びた前髪をかき上げた、その先に見えた緑がかった君の目に映り込んだ僕は透かな、いろんな言い訳で着飾って仕方ないと笑って、
風に君を呼ぶ乾いた声消されぬように溢れそうなこの想いをもうちぎれそうな暗い叫んで ただいま聞いていただいたのはシュートで鱗という曲でした。ありがとうございました。ありがとうございました。最初 の, あのルバートのところはそういう圧巻じゃなかったですか。なんかこううわーってもうなんか感動に包まれたよ ね, ねあの瞬間ね、始まるって感じがしました、うん、でなんかあの彼自身が彼 の, その自分のいい音こうな響くところをこう分かってますよね、うん、絶対ね。いいとこ分かってんだよね、自分で。かっこいいとこ分かってるんでね。あ、自分でかっこいいことところ分かってる系男子ね。すごいよかった。この原曲が私もすごく好きで、この歌、うん、よくぞ歌ってくれたって感じです本当、うん、素晴らしいあのカバーでしたよね。コピーじゃなくてカバーでしたよね。そうそう、コピーじゃないのカバーなのよ。な自分の良さがすごい前面に出てる。そうそうそう、いいカバーを聴かせていただきました。真似事じゃダメだから、ね、はい、素晴らしい歌をありがとうございました。ありがとうございました。シュートでした。はい、続いては花でハレルヤ、どうぞ。I heard the words in secret call, then they've been fast and pleasing long. But you don't really care for music, do ya? Where it goes like this, the force, the fifth, the minor four and the major lift, the baffling composer.Hallelujah,
was wrong, but you needn't prove. You saw her bathing on the roof, her beauty and the moonlight overthrew you. She tied you to her kitchen chair. She broke your throat and she cut your hair. And from your lips she drew the hallelujah. 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 Maybe there's a God above, but no, I haven't learned from love. But how to choose somebody who will do ya? It's not a cry that you hear at night. It's not someone who sees the light. It's a call, and it's a woman. はい、ただいま聴いていただいたのは花でハレルヤという曲でした。ありがとうございました。ありがとうございました。浄化された気分、なんか、ね、すごいめっちゃ良かった。なんか心が現れたよね。そうそうそう、本当にあの子自身がこう歌を味方につけて、うん、こうなんか披露したって感じがする、うん、照明も相まってなんかそう天使なんかなって思うぐらい飛んできたんかなって思いました。泣きそうやったな、本当、うん、もうちょっと弾きたかった。なんか短って、もう終わっちゃおうって思ったわみたいな。そう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 、もっと ね違う曲も聴いてみたいなと、うん、聴いてみたいと思いました、はい、思いました。圧巻のステージありがとうございました。花でした。ありがとうございました。ありがとうございました。続いて聴いていただくのは早坂純で寄り添い。どうぞ。歩幅を合わせて手を握って寂しい夜にはギターを弾いてさ、私の知らない歌を歌うんだ。ずっとこのままで、このままでいいよ。大切な思い出が増えるたびに、私はこの日常を愛して思うのです。
先だけでは寂しくなるから、眠れない夜にはそばにいてくれた。一駅前から歩く時間があたしすごく大好きなの。はい、ただいま聴いていただいた曲は早坂純で寄り添いという曲でした。ありがとうございました。ありがとうございました。これオリジナル？オリジナルっぽいですよ。へー、唯一じゃないかな、今回のこのアンサーライブでオリジナルをやってくれたのは。そっか、うんうん、素晴らしい。なんかあのすごいいい声を持ってますよね。いい声だよね、うん、なんか語りかけてくるような。そう、なんか心にね、うん、すごくスッて入ってきて、うんうん、なんか途中まであの歌詞 その一人称が私とかね出てくる、 そ、ね、その女の子の気持ちを歌ってるのかなって思って、そう考えるとあの子の声にすごく合うというか、ね、なんだろう、こう女が聞いても、うん、なんだろうか、こう自分 の経験と重なるなっていうところがあります。それがすごい上手だなって思いました。グッときたもんね。そうそうそう、めめしくさせるよね。うん、そうね、いい意味でね。いい意味で、そう、いい意味です。そうそうそう、すごい良かったです、うん、聞いちゃいました。はい、はい、とても素敵な歌声を披露してくれました早坂純でした、うん、ありがとうございました。ありがとうございました。続いて聞いていただくのは永遠の青春でビューティー&ザビースト。どうぞ。
い、ただいま聴いていただいた曲は永遠の青春でビューティー&ザビーストでした。ありがとうございました。美女と野獣、野獣にしてはちょっと美しすぎないか。美しすぎて美女と美人みたいな、美人、どっちも人間やったなっていう。そう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 。でもすっごいなんかさ、何、もう本当に美女と野獣っていうコスチュームだったじゃない。なんかもう見た目から入ってる感じがすごい良かったなって。そうそうそう、振りもあって、こうエンターテインメントとしてこう、見ても歌声でも楽しめるなんかね、あのステージでしたよ、はい、これはくるみさん歌ったんでしたっけ、学生の時に。歌いましたね、アンサンブルの授業かな。そうよね、ボーカルアンサンブル。私もこれベース弾いた記憶ある。そうそう、これ難しいですか。めちゃくちゃ難しいなって私は当時思ってて、なんかこの曲ってやっぱあの日本語のデュエットでも同じことは言えるんですけど、英語なんで特にあの2人の呼吸を合わせるのがすごい難しくて、ブレスの位置だったりとか、どこでどういう風に語尾を切るのかとか、そういうのが結構細かく調整が必要になってくる曲なので、めちゃめちゃ難しかったと思います。それをこの1年生の最初のステージでこう披露するという度胸のある女たち、すごい良かった。でも、すごいね、楽しそうにやってたのもね、すごい良かったね。全然緊張しなかったよね、すごい良かったです。すごい良かったな、伸びしろがあるなと感じました。ね、これからに活躍に期待ですね。これは、はい、頑張ってください。素敵な歌声ありがとうございました。永遠の青春でした。ありがとうございました。はい、続いてはミッドナイトコールで Wait on my pride。 どうぞ。
ありがとうございました、ただいま聴いていただいた曲はミッドナイトコールの Weight of My Pride という曲でした。ありがとうございました。ありがとうございました。 かっこいいねなんかやっぱり激しい圧倒的 な、うん、なんかクオリティというか、うんうんうん、すごい聴いててよかったです。なんだろうか、バンドで一番大事なのってその曲に対するなんか意識だと思うんですよ。この曲はなんだろう、こういうなんだろうな、パフォーマンスだとか、うん、そう曲に入り込むことが大事なんだけども、今の子たちはなんか全員それが曲にこう曲が憑依してて体に、うん、それがすごい伝わった、すごくかっこよかったです。なんか音からも感じたし、うん、パフォーマンスのねこう表現の仕方とかもすごい凝ってて、うん、私もそういう感じに思いました、ね、それがやっぱりなんかこうクオリティに関わってくるのかなって思いました ね、うん、歌も含めね、歌もすっごい良かったです、はい、とってもかっこよかったです、はいはい、改めて、ミッドナイトコールの皆さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。続いて聴いていただくのはリツで天秤の歌、どうぞ。当たり前が壊れること
子供だけどちゃんと僕はあなたも好きでいる私の僕の時間が止まればいいのに ほらまた期待をしてしまうけどこらえてみるからさもし溢れ出したら瞳をちゃんと見てよ見てよ見てあなたの影だけ伸びてゆく消えてしまわないでずっとこの想いは変わらないいつまでもいつまでも続いて欲しいと願っている手を取ることはできずとも過ぎてゆく今に抱きしめられている私の僕の時間が止まればいいのに噛みしめていよう終わるな夏よ終わるなただいま聴いていただいた曲はリツで天病の歌でした。ありがとうございました。ありがとうございました。高いねこの曲。高いしこれデュエットの曲なのよ。これもあ そ, れそれを一人で歌ってるっていうすっごいなって思いました。こうなんかサビに向けてこうなんかダイナミクスがわーって来るところでちゃんとこうなんか声に感情が乗ってたなと思いますよ、うん、そうなんか伸びやかだしね、うん、高いところできついって思っても自分なりにこうアレンジしてるところが良かったなと思います、うん、私はなんかいつもよりもなんていうのこう表情が良かったっていう か, なんかいつもこうリツってさこうなんかスーってしてますさ初めてちゃん初めて見たと言っても過言ではない、うん、なんかああいう表情を見れてよかったなって思ういい、ね、舞台の上の表情が見れてすごいねそうそうそう感動しました私も、うん、よかったですめちゃくちゃはい素敵なパフォーマンスありがとうございます、はいただいま聞いていただいたのはリツでした。ありがとうございました。ありがとうございました。続いて聞いていただくのは夏美でパワーオブミュージック。どうぞ。
伝わった時、yeah, yeah, yeah. 泣き顔が笑顔に変わるよ。ただいま聴いていただいた曲は夏美でパワーオブミュージックでした。ありがとうございました。ありがとうございました。笑顔がすごい良かった。笑顔が素敵ね、可愛い、ウキウキするよね、見ててね。そうそうそう、なんかこうアップテンポのところとバラード調みたいなところがこう、うん、平歌のところで変わってくると思うんですけど、なんか歌い分けもなんか良くて、うん、でこの時期からあんなパワフルな歌が歌えるのはすごいなって感動しながら見てた、うん、そうそう、本当あの曲の、ね、題名通り、うん、パワーオブミュージックって、そうそう力をもらったなって感じがします、はい、力をね、この先ね頑張っていこうって思えたよね、うん、お仕事頑張ります。ありがとう、なっちゃん、ありがとうございましたありがとう、そんな素敵な歌を披露してくれました夏美でした。ありがとうございました。ラストを語っていただくのはセブンスコードで秒針を噛む。どうぞ。
れくらいで情けない誰のせいでもないこと誰かのせいにしたくて分かっているのかな本当は分かってるんだ見放されても信じてしまう聞いていただいたのはセブンスコードの秒針を噛むでした。ありがとうございました。なんか、うん、MU のこのイベントの中で見る最多人数じゃない、うん、なんかバンドのめっちゃ乗ってたねステージに ねなんかあこんなに人間がいたのかっていうぐらい乗ってましたね7人でした ね, 7人だったね。でもその7人いるってことは7パートあるわけじゃないですか、はいはいはい、でもそのバンド的に見てそのパートが多ければ多いほどめっちゃ難しいんですよ、うん、バンドサウンドを作るのって、ね、でもこのバンドはなんか自分のなんかやるべきことやる位置を分かっていて、うんうん、で分かっていながらその自分がその位置で輝いてた、うん、やっぱり全員 あとねこれ全員サウンドクリエイターのそうそうそうサウンドクリエイターのサウンドクリエイターコースなんですよ。すごいな。だからねやっぱ自分をクリエイトするっていうのもなんかすごく分かった気がします。、うん、ここが輝いてて、うん、こう一曲をなんか作り上げてるなって感じがしました。なんか自分って感じじゃなくてでも一つにまとまってる感じもあってそう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 すごいなと。なんかその塩梅が良かったですよね、うんうんうん、なんか衣装も可愛くて真っ白でね、うん、そう曲になってましたよ。はい、素敵だったと思います。素敵な雰囲気であの、はい、ステージを、ね、盛り上げてくれました。改めて、セブンスコードの皆さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ただいまをもちまして、すべての演目が終了いたしました。みんなお疲れ。すごかったね本当に。あ、その前にまずは、このね開催するにあたってサポートしてくださった PA の皆さん、照明の皆さん、そしてカメラマンの皆さん、そしてすべてのスタッフの皆さん、ありがとうございました。皆さんなしでは成し遂げられなかったこの素晴らしいパフォーマンス、本当に皆さんありがとうございました。ありがとうございました。みんな大きい拍手をお願いします。画面の向こう側もねよろしくお願いします。はい、ということでスタッフの皆さんも、うん、あの頑張っていただいたんですが、うん、もちろんね生徒のみんなも、はいはいはい、1年生のみんなも頑張ってくれたんだけど、うん、どうでしたか？いやなんかね、感慨深いなって思ったのが、うんうん、やっぱこの子たちって今年度入学してきたってことは、うん、なんかこうたどれば去年の、コロナ禍の真っ只中に、高学院に入学しようってこう願書を出してこう入ってくれたわけじゃないですか、うんうんうん、なんかそれってすごくなんだろう、こういう世の中にでも自分のこの音楽をこう表現しようっていうの、うん、結構風当たりが強いじゃないここの業界は、うん、なのにこう入ってくれたっていうの力はなんか今までのこの MU 科の卒業生とかね在校生にはないなんか力を持っとるんじゃないかと思って、うん、なんか今回それがちょっとこう分かったなって感じがします。なんか力強いし心強いよね、これからのさ音楽業界にそう引っ張ってくれるかね、引っ張ってくるね、うん、そう実力のある子たちがいっぱいいるということでとても感動しました。はい、はい、今日出れなかったオーディションにね参加したけど出れなかった、もしくはまだ、うん、出る勇気がないっていう子もね、うん、これを見てみんなを見習ってじゃないけど一生懸命ね勉強して、うん、練習してこういうステージを作っていってほしいなと思いました。ぜひ2年生も負けるなよ。それな追い抜かれるからね普通にね、うんうん、普通にね、うん、みんなで頑張って練習していこうね。はい、はい、ということで寂しいですが終わってまう終わってまうかもしれんこれ
終わってまうけど、うん、あの次はねみんな授業とかあるし、今度は MU フェスもあるからね、はい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 、みんなそれに向けて頑張っていきましょう、はい、ということでこれにてアンサーライブ2021終了いたします。ありがとうございました。またね。